そうなんだけど。でもやっぱサンデーがいないと寒いなりね。千尋の好みなんか関係ありませんけど。寄せ鍋でもいいよ。関係ないってば。どうしたらいいんでしょう。不思議な磁力があるから、まあ大丈夫だよ。あのさ、ちょっと真面目なお話してもいい？腕なんか組んじゃダメだよ。いくら仲が良くったって腕なんか組んだらダメ。兄弟でそんなことやらないんだよ、普通。私たち普通よりもずっと仲がいいのよ。じゃあ、例えばのお話、二人のどっちでもいいんだけど、誰か密かに好きになってる異性がいるとするよね。そういう人が二人のあんな姿見たらショック受けるんじゃないかな。兄弟だって知ればそんなことないと思うけど。知らなかったら？別に誰にどう思われようと構わないし。頑固者だね。強い人っていうか。本当、エマちゃんはすごいよ。京介くんも私の言ったことよく考えてほしいな。お兄ちゃんが考えていないわけないじゃないねえ。それでも私と同じ結論よね。だってお兄ちゃんは私を必要としているんだから。そして私も。ああ、マージのこと。
わかった。付き合ってやるよ。そうか。遠慮しなくてもいいぞ。まあ、わかるかな。オーケー。何を考えてるの？いつもと感じが違う。うん、私そういうのすぐにわかるの。どれだけ心が離れているか、私すぐわかる。もしかして好きな人でもできた？じゃあいいけど、ね、ちゃんとキスして。
助じゃん。蛇年生まれ。蛇年はしつこいんだってさ。誤解って何を？逃げたのは追いかけてきたからだよ。卵と鶏って感じか。私だってガキじゃないんだから、普通に夜中を歩くことだってあるよ。スケちゃんも人が悪いな。だったら追いかけなくてもよかったのに。追いかけるからだよ。いや、なんて言うのかな。なんか悪いことしているみたいな感じがしない？だから私、だって得体の知れないものに大金出そうとしてるんだもん。マジ高かった。バイト代が思いっきり吹っ飛んだよ。うん、マジマジ、私のお財布かなり軽くなりました。バイトで結構貯まってたんだけどね。ちゃん、バイトは？じゃあ厳しいね。あたしを頼っちゃダメだよ。でも意外かな。京介ちゃんもマーチが欲しかったりするんだ。まあ、誰でも同じなのかもしれないけどね。過去に戻れる、だもんね。私、過去に戻りたいよ。過去に戻って、やりたいことある。もちろん宝くじとかギャンブルなんてのは論外だけどさ。だろうね。こんな夢みたいな話だから、きっとそんな不純な動機なかなかないんじゃないかな。さてと、じゃ目的も果たしたことだし、私は帰ろうかな。
ら？送ってくれないの？こんな夜道、女の子一人で歩かせるわけ？嘘嘘、言ってみただけ。それに京介ちゃん、マージ買うのまだでしょ？一応行ってみたら？うん、それじゃバイバイ。うろちょろしないの。大丈夫だから。